どうも、うるまです。いや、10月になってやっと涼しくなってきたっすよね。でも1年の中で秋が俺一番好きで、てか一番好きっていうか秋以外がほぼ嫌いなんですよ。春が花粉症があるし、夏は暑いし、冬は寒いしみたいな感じでもう秋以外過ごしづらくなったよね。そんなこんなでですね、今回の動画は9月の購入品紹介をやっていこうと思っております。ちなみにですね、大丈夫かなこれで、この撮影前にみんな知ってっかな、テレビ番組で探偵ナイトスクープってあるじゃないですか。でそれを見て号泣してまして西田敏行さんのバリに泣いてて、なんか目腫れてないかなと思ってちょっと心配なんですよね。大丈夫かな。でですね、サムネを見ていただいた方でおって思っていただいた方いらっしゃると思うんですけど、今月結構自分買い物をしましてですね、多分社会人になって一番買ったんじゃないかなっていうぐらい今月買ったんですよ。もちろん僕もね、一般の会社員なんで出ていくものは出ていくんですよ日々の生活もあるし、だからいろいろ今月とかね、どっか切り詰めていかなきゃいけないなとか思いながらも、けど気に入ったものがいろいろ買えたんで自分的にはいいんじゃないかなって思ってはいるんですが、でも9月の購入品が結構金額がいってしまった理由が、まあ、いくつか大きい買い物もあったんですけど、やっぱ増税っていうのが一つ大きな理由としてはあって、まあ、10月とか11月でも良かったんだけど、なんかどうせ買うんだったら増税前に買った方がいいなってものがあったので、そういうものを買ってたら結構金額が膨らんでしまったなっていうような印象です。でもですね、そう思ってみると自分って趣味がそんなにないんですよ。お金がかかるような趣味っていうのがそんなになくて、まあ、仕事でもあり洋服っていうのが一番の好きなものだし、あ、ちなみに俺タバコも吸わないし、ギャンブルもしないし、もちろんしないしなのでその分洋服を買っちゃうなっていうような言い訳をしております。ではですね、早速9月の購入品の方を紹介していこうと思うんですけれども、まあ、スプチャンネルの方でも紹介してるものに関してはさらっと紹介して、まあ、今回ちょっと点数も多かったりするので一個一個金額は言わずにですね、まあ、最後にまとめたものをバーって出そうと思うので、まあ、着れるものは着ていきながら紹介していこうと思います。それではですね、スプチャンネルで紹介したものからちょっと駆け足気味にはなるんですけれども紹介していこうと思います。まず1点目がこちらです。じゃん、こちらジョングルの白シャツになります。持った感じでわかると思うんですけど、だいぶでかいんですよ。ちなみにうちのお店でもジョンブルさん扱ってるんですけど、これうちでは扱ってなくて、展示会で個人的に発注したものになってます。で、展示会で担当者の方から聞いたんですけど、これメンズの商品なんですけど、買っていく方は女性の方も多かったみたいで、なんかシャツワンピとかそういうものとして代用して着る方が多いっていうことは展示会で教えていただきましたね。で、シャツなんだけどこういうところにポケットがついてたりしてて、なんかジャケット的な使い方もできるんで、これから涼しくなってきたらバシバシ着ていこうと思ってます。はい、じゃあ次の購入品がこちらです。はい、はい、こちらサスカッチファブリックスのロンティーになります。まあ、袖にプリントが入ってるのとですね、もう背中に謎の生き物がプリントされてる、かなり変わったデザインの T シャツになります。結構ブランド自体はお高めな印象のブランドなんだけど、このロンティーはその中ではお求めやすい金額にはなってて、確か7000円ぐらいだったと思います。ちなみにこう YouTube でいろいろなんかアーティストさんの PV とか見てる時に、ウィリー・ウォンカさんがこれ同じやつ着てましたね。それ見てちょっとテンション上がったっす。これなんでこれは大切に着ていこうと思います。はい、では次の購入品がこちらです。こちらポップトレーディングカンパニーのボーダー T シャツになります。でスプチャンネルの方でも同じことは言ってるんですけど、なんかスケーターブランドっぽい立ち位置なんだけど、結構どこか上品さもあるようなブランドにはなってて、であと有名なアイテムで言うと、コラボ商品ではあるんですけど、ミッフィーちゃんとのコラボがあって、こんな感じなんですけど、すごいこれが話題になったコラボで、それで知名度がさらに上がった印象のあるブランドです。でスケーターブランドとかなんかあんまり取り入れたことないよっていう方に関しては、癖のないアイテムが多かったりするので、なんかスケーターファッションとかストリートファッションとか気になってる方がいたら、入り口としてはすごくいいブランドではないかなと思うので、ぜひぜひ気になった方はチェックしていただければと思います。でこれ自分自身はサイズこれ XL 買ったんですけど、そんなに極端な大きい作りのブランドではないので、ビッグに着たい方は普段着てるサイズよりやや大きめのものを選んでいただいた方がいいかと思います。はい、で次の購入品がこちらです。じゃあリーバイスの5692になります。でシルエット
に関してはルーズストレートっていうモデルになってまして、まあ、最近やっぱ主流になってるテーパードとかでは全くなく、もうストンと落ちるストレートのシルエットが特徴的なパンツになってます。ちなみにこのモデルなんですけど、リーバイスの今の現行でもリリースはされてるんですけど、現行で出てるものっていうのがストレッチが入ってるんですよ。ストレッチが、個人的にはストレッチ入りのデニムがそんなに好きではなくて、なのでこれは古着屋さんで探しました。昔のモデルを探せば綿100の生地のものがちゃんと出回ってたので、それを探して古着屋さんで購入いたしました。やっぱ履いた時のね、裾元のルーズになるシルエットがやっぱり今個人的にはすごい気分で、なんかリーバイスって定番的なブランドなんだけど、すごいストリートっぽいシルエットが着こなせるアイテムになってるので、すごく買えてよかったなと思うアイテムになってます。でちなみに別にストレッチ入りでも全然抵抗ないよっていう方に関しては、リバイスからも現行でリリースされていますし、このモデルっていうのがアウトレットにも割と出回りやすいモデルにはなってるので、定期的にリバイスのアウトレットの店舗に行くと安く買えることも多いシルエットにはなってるので、気になった方はそういうチェックの仕方もしてもいいと思います。はい、次の購入品がこちらです。こちら 99% イズのパンツになります。これに関してはもう動画で別個で紹介してるので深い紹介はしなくていいかなと思ってるんですけれども、もう購入してからすごく気に入って履いてるパンツになります。やっぱね、デザインもかなり変わったものにはなるんで、好き嫌いは分かれるモデルにはなってるとは思うんですけど、もう好きな人にはたまらないものだと思うので、もしね近くにお取り扱い店舗があって気になってる方がいたら、ほんと実物見るだけでもすごく面白いものになってるんで、ぜひぜひ見てみてほしいです。はい、でここからはですね、スプチャンネルの方では、紹介していない購入品の方を紹介していこうと思います。いや、まだまだね折り返しにもなってないんですよ。なんでちょっと頑張って紹介していこうと思います。はい、まず購入したのがこちらです。こちらステューシーのオールドのモデルになるロンティーになります。やっぱ古着市場でね、今やっぱオールドのステューシーっていうのが価値が年々上がってて、なんかミュージシャンの方とか著名人の方とかも着用も目立ってきて、年々なんか単価が上がってる印象のアイテムです。で古着ならではのこのなんか使用感も個人的にはツボっていう部分もあって、あとデザイン自体も、まあ、オールドのステューシーではあるんですけど、ステューシーの定番のこのデザインも施されていて、でこのデザインが袖にもプリントされてたりとか、かなり昔のモデルにはなるんですけど、なんか現行のステューシーからリリースされても全く違和感のないアイテムだなと思って、かつサイズも 2XL って言ってかなり大きめに着れるサイズ感だったので、今の自分の気分にバスッとハマるものだったので、見つけた瞬間に即購入をしたアイテムになります。で次の購入品がこちらです。最高のデザインになってると思うんですけれども、こちらローリングストーンズの古着の T シャツになります。確かスプチャンネルの購入品紹介の動画の時で確かこれ着てたはずで、着てたから向こうでも紹介しようと思ってたんですけど、なんか手持ちで紹介してるものを必死に話してたら終わってて、撮影が紹介しそびれちゃいました。で自分自身が結構バンティーを好きで結構いろいろ着たりしてるんですけど、そのバンティーの中で、まあ、トレンドであるタイダイ染め、これもタイダイ染めなんですけど、なんかそれが合わさったものが古着で出会えることってあんまりないなと思ったの でデザインもかなり変わってるし、なんかシンプルなジャケットのインナーでこれ差し込むだけでも着こなしの中のアクセントになってくれるなと思ったので、まあ、半袖だけどこの時期でも購入したアイテムになってます。ちなみにうちの会社っていうのが私服自由で髪型も自由なんですけど、社内の中で大事なミーティングかな、仕事で行ってる時にたまたま俺がこれを着てたみたいで、でこれ着ながらいろいろ仕事の話するじゃないですか、こうじゃないああじゃないみたいな話をしてる時に、なんか T シャツのデザインでこの目のデザインが入ってるからなんか話されてる人がなんかこれ結構威圧的だからミーティングの時これ着てくるのやめてもらっていいですかって言われてなんか大事なミーティングの時とかこれあんま着ていくのやめた方がいいらしい、気をつけます。はい、次の購入品なんですけれどもこちらです。こちらポーラースケートのロンティーになります。どうしてもこの時期 T シャツとかロンティー買っちゃうんですよね。でこれがいいなと思った部分は本当このデザインで、もうなんかよくわかんないイラストが背面だったりこの袖とかにもプリントされてるんですけど、で結構自分仕事としても洋服を見に行くことが多くて、で新宿のルミネかなに行った時になんか新しいショップができてて、でなんか新しいお店できてんなと思ってフラッと入って、でそこの店員さんとなんかいろいろお話をしながらなんか物見させてもらって、でルミネっていう割とね大衆的なモールにありながらお店のセレクトしてるブランド自体が結構
数のアイテムというか変わったブランドも置いてあるような面白いお店になってて、でそのお店に入った時になんか面白いデザインの T シャツありますかって言った時にもうダントツこれっすねって店員さんがラフに紹介してくれたんで、自分の趣味にバスッとハマったので購入させてもらいました。やっぱ夏ってさ、グレーの T シャツ汗かくから着れないけどさ、秋冬はそういうの気にしなくていいからいいよね。はい、それでは次の購入品もロンティーになるんですけれども、こちらになります。はい、こちらクリエイトっていうブランドのタイダイ染め T シャツになります。でこちらがあの鴨川にある結構割とローカルのサーフショップのブランドになってて、でたまたまインスタとかでね、いろんなブランドとか洋服調べてる時に当たって、もうこのデザインがかなり自分的にはツボで、この染め方もすごい綺麗だし、まあ、このお店でしか買えないなと思ったので購入させてもらいました。でさっきのねローリングストーンズの T シャツでも言ったんですけど、やっぱタイダイ染めっていうのは今季節関係なく着たいデザインではあって、でかつこういうね、こういうデザインは他のブランドでもそうそう見ることがないので、すごく気に入ったアイテムになってます。ちなみにこれロンティーバージョンと半袖バージョンもリリースされてるので、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、次の購入品がこちらです。こちらダブレットのカオス刺繍チェックシャツになります。やべ、これスプチャンネルで紹介してたかもしんねえ最初に紹介しておくべきだった、すいませんでこれがシーズン自体は今シーズンのものじゃなくて、去年のシーズンかなのものになるんですけど、その時買えなくて、でたまたま1年越しでブランド古着屋さんで見つけたので購入いたしました。でサイズ感もねだいぶ大きいんですよ、これだいぶ大きくて、で自分結構体が大きいからビッグシルエットで着たいアイテムとかって本当に一般の人から見たらこれめちゃめちゃでかいじゃんみたいなものじゃないと大きく着れないんで、ダブレットさんかなり大きめなデザインが多いのですごく助かります。でこんだけ大きければ中にパーカーとか厚手のニットも着込めるので、長いシーズンこれからも着れるかなと思ったのでガシガシ着ていこうと思います。それでは次の購入品がこちらです。こちらチョコチップカモ柄のミリタリージャケットになります。まあ、アイテムとしてはジャケットとシャツの、まあ、間ぐらいの肉感にはなってるシャツジャケットかなっていう感じになるんですけど、結構この柄に関してはずっと探してて、でどっかのシーズンでシュプリームがこの柄のアイテムをリリースしたこともあって、古着市場でも人気の出てる柄になるので、ちょっと前までは簡単に手に入った柄になるんですけど、最近割と探しても出てこなかったので見つけた時はすぐに購入したアイテムになります。でもこれ高円寺の古着屋さんで買ったんですけど、すごく安くて3,000円ぐらいで購入しましたかね。高円寺ってこの手のミリタリーシャツすごい安くて、ほんと2,000円とか3,000円とかでザラに買えるので、気になった方はぜひ高円寺の古着屋さんに足を運んでいただくのは個人的にもすごくおすすめです。はい、それでは次の購入品がこちらです。こちらも先ほどに続くミリタリーものにはなるんですけれども、プロッパーっていうミリタリーブランドの BDU シャツになります。でこれを買おうと思ったきっかけがありまして、でブランドのダブルタップスっていうブランドがあるんですけれども、そちらからリリースされたミルシリーズっていうラインナップがあって、でそれがミリタリーアイテムを忠実に再現しながら現代風にアップデートしたものを作っていくっていうアイテムになってるんですけれども、そこでこれに近いミリタリーシャツが出たんですよ。でそれがどうしても欲しかったんですけど、やっぱ人気なアイテムだったんでもう速乾しちゃって買えなかったんですよ。なのでなんか近いアイテムないかなと思って古着屋さんで探したんですよ。でなかなか黒の大きいサイズが出てこなかったので、ちょっと見つけられてよかったなと思えてるアイテムになります。でミリタリーアイテムではあるんですけれども、そんなに使用感もない黒になってて、なんかモノトーンに合わせるとどこかモードな雰囲気にも着れるので、すごく気に入った一着になってます。はい、で次の購入品がジャケットになるんですけれども、こちらです。こちらバーバリーのスイングトップジャケットになります。こちらも古着で購入させてもらいました。で俺あんまりバーバリーの服っていうのは持ってなくて、でかつでこれ裏地にはノバチェックの柄使ってるんですけど、なんかこれが前面に使われたアイテムっていうのは気分的にはあんまり今シーズン着たいものではないんですけど、なんかこういうベージュのスイングトップをラフに着こなしたらかっこいいんじゃないかなと思って、ちょっとスケーターっぽく着たかったんですよ。これをラフに羽織りたくて、ですごい状態も良かったし、でこれ裾がこんな感じでリブになってるんですけど、なんか着た時にこれ丸いフォルムになってくれて、もちろんバーバリーっていうブランドに魅力を感じたっていう部分もあるんですけど、形に非常に魅力を感じたというか、すごい綺麗な形だったので購入させてもらいました。なんか胸のロゴもなんか定番のワンポイントあるじゃないですか。それとはデザインは近いんですけど、なんかこういうちょっとオールドっぽいものになってるのも個人的には今の気分だなと思ったので気に入ったポイントになってます。はい、で次の購入品がこちらです。こちらリーバイスのGジャンになります。こちらも古着で購入いたしまして、でサイズは XL サイズになってるんですけども、かなり大きいシルエットになってて、もう着た時に自分が着ても袖も余るし身幅も余るしっていう、かなり大きめな
デザインになってて、でここ最近自分あんまこういうデニムジャケットとかデニムシャツ着てなかったんですけど、なんか夏の終わりぐらい、8月の終わりぐらいからなんかデニムシャツとかジージャン久しぶりに着たいなっていうのを漠然と思ってて、でその中で気に入ったものが見つかったので、これも古着で購入いたしました。でこんだけサイズ感が大きいジージャンなので、なんかあんまり加工感とか色落ちの激しいものだったりとか選ぶと結構カジュアルな印象になっちゃったりして、自分もそこまで若くないので、なんか汚らしさとか出たら嫌だなと思ったので、あえてこういうワンウォッシュに近いというか、まだ色落ちのないデザインのものを選ばせてもらいました。はい、それでは最後の紹介になるんですけれども、最後の購入品が洋服じゃなくて小物になってまして、その買った購入品っていうのがこちらになります。はい、財布です。こちらセリーヌの長財布を購入しました。で動画の冒頭にもちょっとお話ししたんですけど、増税っていうタイミングがあったので、もともと財布の買い替えは考えてて、で今使ってる財布がやっぱところどころダメージも出てきてしまってて、どっかで買い替えなきゃいけないなと思ってたので、まあ、せっかくだったら、どうせ買うんだったら増税前に買った方が少しでも安く買えるので、このタイミングで購入いたしました。でなんか自分の考えなんですけど、これなんか財布とか携帯とかって常に持ち運ぶものでよく見る機会が多いものは、やっぱ綺麗に使ってたいなっていうところがあって、例えば財布が壊れちゃってるとか、なんかどこかにダメージが激しくなってるものを見たら、まあ、肝めいっちゃうところが俺結構あって例えば携帯電話だったら落として画面が割れちゃってるやつとか、なんかああいうのを見るとなんか画面を見るたびにちょっと気持ちが落ちちゃうんですよ。なので画面が割れたらすぐにめんどくさいけど直しに行くし、で財布もあんまり中を汚くしなかったりとか、なんか雑に扱って汚くしないようにとか、そういうところはこんななりではあるんですけど、自分なりに気をつけてるところになります。はい、以上が9月の自分の購入品になります。で数が多かったので一個一個プライスの方はお伝えできてなかったんですけれども、金額の方がこんな感じになっております。で、動画のサムネとかタイトルにも記載させていただいてるんですけれども、合計金額がこんな感じになってます。このタイミングで結構自分は秋冬の買い物、アウター以外は割ともう充実した買い物ができたので、割と買い足すものが今のところそんなないなっていうのは思ってるんですよ。なんで10、11、12っていう月に関してはこんなに多くなることはないんじゃないかなとは思っているので、いろいろ節制していこうと思います。でちなみに一個一個紹介するときに聞きながら説明を今回できなかったんですけれども、今月ちょっとチャレンジしてることがありまして、1年の中で一番好きなシーズンが秋っていうところで、やっぱ洋服がいろんなものが着れるようなシーズンになるじゃないですか。なので10月っていうのを、まあ、自分がどんな着こなしをしてるかっていうのを、撮れるタイミングで写真を撮るようにしてて、まあ、それがもし続けていっぱい写真が撮れて素材が集まったら、10月の終わりとかにスタイリングまとめみたいな、どんな感じの洋服を着てたのかなっていうのをまとめようと思ってて、なんか今までやったことない企画をやってみたかったんで、一個一個忘れないように撮ろうと思ってるので、ちゃんと動画が作れるように日々写真を撮って頑張ってみようと思います。はい、それではちょっと時間が長くなってしまったんですけれども、本日の動画も以上となります。でですね、今回の動画ちょっと購入品の数が多くて時間が長くなっちゃってると思うんですけれども、まあ、ここから寒くなってきて秋物とか冬物買い物に行く方とかいろいろ多いと思うので、まあ、自分は結構ジャンル絞らずいろんな幅広いものを買ってるので、まあ、何か参考になるものがいいなと思いながらこの動画を作っておりますので、ぜひぜひ参考にしてもらえたら非常に嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。本日の動画がですね、少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけましたら、高評価の方とチャンネル登録の方お願いいたします。で概要欄にですね、インスタグラムのアカウントも貼らせていただいておりまして、そちらの方は日々ファッションのことだったり日々のスタイリングとか写真の方を頑張ってアップしているので、気になった方はそちらもチェックしてもらえると嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。